お、ドーラさんの勝利。次が最終対決となります。皆さんご期待ください。5回の裏です。はい、撤収です。4回の表スワローズの攻撃は5番ファーストオスナ。86% の人が緑茶を美味しさで選んでいる。渋みと苦みと旨み、違いが分かる人みたい。私は綾鷹。前半戦が終了しました。では参りましょう。チアドラゴンズでドラマックスとテーブルクロス引き対決。7回スワローズのラッキーセブンです。Thank you.
ローズラッキーセブンの攻撃は7番ライトサンタナ。うちのリーダーはアンバサダー、キャンドラルさんはやり手で一緒に食べること。本日の試合の勝利投手小笠原、勝利投手小笠原、西武ライデル・マルティネス、西武マルティネス、敗戦投手石川、敗戦投手石川でした。飛騨牛肉の樋口より飛騨牛英語等級詰め合わせ、東海テレビ賞として東海テレビ放送から賞金、クオリティスタート賞としてアサヒビールから名古屋工場で製造された出来たてのアサヒスーパードライ350ミリリットル缶24本入り1ケース、今日のピカイチヒーロー賞として名古屋今池の中国料理ピカイチよりうまさの二刀流ピカイチラーメン、ライデル・マルティネス選手にはドラゴンズ西武賞としてマリア・ガリオン名古屋出雲伝から賞金、又吉選手にはドラゴンズナイスプレー賞として静岡クラウンメロン支所からとろける美味しさ静岡クラウンメロン、ドラゴンズには勝利チーム賞として南信州農業協同組合から JA 南信州産リンゴ、これはドラゴンズ一生ごとに選手会へ贈られ、選手会からファンの皆様へ抽選でプレゼントいたします。スワローズの石川選手には担当賞として株式会社永田屋から天然イオンで体をリフレッシュの無限リングとアメリカで一番人気のカープレグラムのセット、なおこの試合ではドラゴンズステーション東海ラジオドラゴンズスペシャルのドラゴンズスペシャルから活躍したドラゴンズの小笠原選手に殊勲賞、京田選手に敢闘賞が贈られました。お客様にご案内いたします。お帰りの際タクシー乗り場をご利用になるお客様はバンテリンドーム名古屋南側プリズムクラブ横の階段をお降りください。水曜日の2日間、広島東洋カープを迎え、千葉セ・リーグ公式戦2連戦を行います。皆様のご来場
ようになります。